成田空港地域共生協栄会議は成田国際空港と周辺地域の関係を円滑に構築するための組織である。なお成田空港地域共生協栄会議の前身である成田空港地域共生委員会についてもここで記述する。1993年9月20日から1994年10月11日まで。 開催された成田空港問題円卓会議の最後に、墨屋調査団の所見、成田空港問題円卓会議集結にあたってで、空港が共生の基本原則に沿って公正に行われているかを監視したり、問題の発生を確認して、解決への討議する場を設けるため、共生懇談会が求められた。そこで、成田空港地域連絡協議会を母体として、 成田空港地域共生委員会が発足した。発足以来、円卓会議の合意事項22項目についての点検等を行ってきた。1997年に成田空港問題を公正に正しく伝えることを目的に歴史伝承部会が設けられ、資料の収集や聞き取り調査が実施された。その事業は財団法人航空科学振興財団に移管され、 歴史伝承委員会として活動している。同プロジェクトについては、成田空港空と大地の歴史館遠隔も参照。地域づくり部会については、2004年に地域振興連絡協議会に移管されている。2009年4月、成田空港地域共生委員会に代わって、成田空港地域共生、共栄会議が発足した。2016年7月1日、 事務所航空科学博物館敷地内の成田空港空と大地の歴史館隣接地に移転した。ウェブサイトでは成田エアポートふれあい街道として地域の紹介も行っている。ありがとうございます。